皆さんお元気ですか？青い香りです。今回でレッスン動画29回目になりました。今日のレッスン曲は岡崎旅情です。こちら加賀友禅特使就任記念版ということで発売をさせていただきました。ポスターには岡崎城、写っております。また青い香りの青いはですね、徳川家の葵の御紋をお借りしております。そういうご縁もありまして岡崎の歌を作っていただきましたのが岡崎旅情なんです。それではまずはワンコーラス聴いてください。赤い心境たずめば揺れる水面たつき森いただきました。それではレッスンを始めていきますね。この歌はですねワルツのリズムなんですね。なので、ちょっと歌詞ボードに書いてありますように三角形をね書いてあります。なので歌うときに三角をちょっと描きながら歌うとリズムが取りやすいと思います。1、2、3、1、2、3、1、2、3でその1のところに少しこうなんていうのかな、こう声を前に出すイメージ、同じバランスではなくて1を少しですね前に声を出すようにしてみてください。ちょっとやっていきましょう。赤い心境たずめばという感じになるべく最初の1を意識しながら、1、2、3のうちの1を意識しながら歌い始めていただくといいと思います。そしてここも同じです。揺れる水面たつき堀と読みます。揺れる水面たつき堀という感じにワルツを、体で、体感しながら歌ってみてください。そしてここの古人の面影を、ここからをですねちょっと広がりを持って歌ってみてください。やっぱり古人というぐらいですので本当に遠い昔の人々のイメージをですね歌でも表現してみれるといいと思います。古人のゆったりゆったり面影をという感じですね。ちょっと広がりを持って歌ってみてください。そして胸に浮かべる、ここは少し、語りかけるように胸に浮かべるという感じですね。
胸に浮かべる、ね、イニシエ人の面影を胸に浮かべている、そんなイメージですね。そして天守閣、これはもうねしっかり、こちらの天守閣ですよね。なのでしっかり堂々と歌ってください。天守閣、ね、そして最後の行です。ここの歴史を彩るというところの、歌い方というよりもメロディーなんですけども、ここはですねちょっとこういう歌い方を意識してほしいと思います。ちょっと分かりやすいように歴史を彩るの、ところにこの緑のラインを引いております。ここが伸ばすところです。ちょっと歌ってみましょう。歴史を彩るという感じにここは伸ばしていいんですけども、この歴史をの C を彩るのいい、この3つはですね、伸ばさないように歌ってください。ここですね、ちょっと分かりにくいと思いますけども、こうやって覚えるといいと思います。やってみますね。歴史を彩るという感じでメロディーがピタッとはまります。そして最後です。岡崎の町、岡崎をやっぱりたっぷり歌っていただきたいので、岡崎の4文字にもうなるべくふわふわふわっと大きめに包み込むような感じで歌ってみてください。岡崎じゃなくて岡崎という感じに、岡崎をですねちょっと大きくイメージしながら歌ってみるといいと思います。岡崎の町という感じに歌ってみてはいかがでしょうか。参考になりましたでしょうか。こちらの曲もとてもゆったりとしたワルツの流れになっている叙情演歌です。ぜひチャレンジしてみてください。さて12月の2日に青い香り15周年を記念いたしまして、ベストコレクションが発売になります。なんとデビュー曲から最新曲まで37曲を収録いたしました3枚組になっております。このベストコレクションを発売を記念いたしまして、37曲を課題曲にいたしました全曲カラオケ全国大会を実施させていただきます。商品の中に応募詳細が入っておりますので、ぜひぜひ皆さんお求めをいただきまして、チャレンジご応募お待ちしております。これからも一生懸命頑張ってまいりますので、応援の方もよろしくお願いいたします。それでは皆様、明日からも元気に、そして負けずに頑張りん、青い香りでした。バイバイ。